撮影ね呼びつけました。呼びつけました。ちょっと見てもらいたいんですけど。はい。これはね。しかも天気ついとんちゃう。まずいですねこれは。でも抜けとるもんね。うん、抜けてこれスポンって入るバージョンですよね。あっ。おマジで細かいから。あの一級塗装技能士。なんかこすった感じですね。そういう作業した時に持たれて傷つけてるんですよ、ね、自分だったら塗りにくいだろうなっていうところ濡れとるか濡れてないか。お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃ怖い顔になったじゃないですか。なんか案外演技派だな。本日ちょっと和気あいあいしてるんですけど、まあ、ぶっちゃけ元請けさん、はい、で、あのなんか紹介かなんかでもそうですね、そうですね、で仕事をやってくれっていうんで、はいはい、なんか知り合いの家ですね。そうです。同級生なんですよ。同級生、はい、同級生のご自宅をまあ塗るから、まあ、塗装は塗装屋さんに任したいと。そうですね。で日本会社さん、そうですね、会社の名前とか。あの会社の名前ですけど、個人事業ですけど、はい、冠住宅営善ということで、冠住宅営善ということで、社名で現在やっております。はい、うん、概要欄に載ってます。もうちょっと貼っておきます。はい。で今日観光経営さん、そうですね、あるんだけど、なんで俺が急遽、まあ、こんな格好で とりあえず本当は普段こんな格好してないですけど、まあ、急いに来たっす。撮影ね、呼びつけました、はい、呼びつけました。呼びられました。はい、でちょっとここから続きちょっといいですか。ちょっとまずいですねこれは。まずいですか。ちょっとやめてくださいですよ。なんかまあ普通に言ってもらっていいです。いいですかこれ。はい、ちょっと見てもらいたいんですけど。はい、寄ってもらっていいですか、ね、はい。これしかも天気ついとんちゃう。ちょっと最初こんな風じゃなかったんですよね、加工前は。しかもシールついとるわこれ。あのさっきわからなかったじゃないですか、これシールついとる。誰か絶対ぶつけてますよ。なんか材料ついとるもんな。材料ですか。ペンキじゃないこれ。お前お前だろう。いやだからペンキついとない。やりました。あ僕誰かぶつけたんですか。いやで、まあ設置さんも言ったんだけど、そのあしさん、元木さんも言ったんだけど、別に事業が問題ないけど、やっぱ隠されるとね、うん、だね。まずいっすね、これは。いや、まあそういう感じじゃなくていいですよ。こちらは、行き止まりになってきますよ。自分が自分の役に入ったらハマりますよ。もう出口の関係なくなっちゃう。もう怒っちゃったからあんまり喋れんしな、みたいな。キャラ作りしちゃった。キャラ作りしちゃった。で、そうね、ちょっと笑い回しとか言って、まあまあ、小林どうなんだみたいな感じですけど、まあ実際、まあね、最初の話で、いやでもこれは別にぶつけたら気づくと思うんで、みんな違うんじゃないかって言ったけど、いやまあ黙っとるって可能性ありますからね。いやあるんで。そうですか。これもここもへこんどるんで、うん、まあ僕企業なんでこういうの直せるんですけど。直せるんですか。直せる。こういうのどうやって直すんですか。もうペンチで。傷つかせる。傷つけずに直しますけど。そうやって直すんですか。これペンチで。いやいや俺本当に、いやこういうのね、もうちょっとの傷でもやっぱ弁償ってあるもんね。でこういうのってあの先ほども言ったんですけど、ないですもんね。要はもう十何年前の商品だったら商品変わっとるもんで、下手したら柱から全部先行かありますもんね。奥さん、奥さん、奥さん一緒に現場出てるんですか。そうです。もともと経験者で。経験してるんです。経験させて。はい、経験させて。ちょっとなんか顔が色い。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 これでも実際最初入った時からもう曲がってた。いや、木がもうちょっと来てて、はい、あんまり目立たんっていうか、目立たんかったんで。木を切ったんですか。これでも抜けとるのね。うん、抜けとこれスポンって入るかな、うん、バージョンですよね。あっ、あっ、うん、撮った。はい、はい、衝撃的映像。やったね。はい、まずいなこれ。これちょっと顔色変わったっすよね。動画っぽい感じだけど本当の顔色変わったやつじゃないですか。やばいなこれ。いやでも、まあ、でも撮った方がやりやすい。撮って どっちみち撮るんだよ。そういうことですね。だからここがまあ刺さっとるみたいですよね。そうですね、上下刺して。いやだったらこれ最初からじゃないような気がするけどな。結構硬いんで、結構すごい。何を当てたか。人間じゃなくてトラックじゃね。車ぐらいしかない。背の高いやつ。誰が入ったんですか。堀川翔です。あいつマジでちょっと職員とここが女性人気があるという。女性人気があるという。でもちょこちょこ組会で健太郎くんも来てるんですよ。そのブレス入ってなかったんで、うん、途中でブレス入れてって呼んでるんで。ビレが強いもんね。空間が、はい、
こうやって後から見るとなんか嫌な気になりますよね、本当に。いや別に大したことないと思ってるきちっとやりますって、なんか隠しとったと思う、なんか他のところもあるんじゃないかって人としてなるじゃないですか、ね、結構でも日本でありますよね。ありますね、結構壊しちゃった、ああやっちゃったみたいな時ありますよね。ありますね。でそういう時どうされるんですか。あの保険で直します。じゃあそういう話じゃなくて直す直さんじゃない。でも正直に言いますよ、ちょっとサイコパス入ってないですか。今その話じゃないよね。直すのは当たり前だと思う。言いますよ、言いますよ。ああすいませんっつって、うん、あもしもし、はい、あ本社の安井です。はい、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。すいません、ちょっといいですか。はい、大丈夫です。あの、ぶつけた写真って何でも売ってたんですか、はい、え工事前の、あ、足場の組み立ての時、最初、河合さんとあのお客さんとこ打ち合わせ行った時に、はい、あ、ここぶつけとるわみたいな感じで、はい、あ、へこんどるわってなって、はい、ちょっと最初に写真撮っとこうかって。あ、そういうことですね。言うたらあの、はい、どんな着工現場でもあの工事前工事後とか分かるようにしっかり撮ってるってことですね。そうです。後でトラブルならないように。そうですね。 ありがとうございます。引き続き徹底よろしくお願いします。はい、わかります。動画待ってますよ。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。ベランダのトラブルの動画見てくれました。あ、色が変わったやつですね。あ、そうですそうです、 そうです。それが後なのか先なのかとかあったんで、引き続き着工前には写真いろいろな角度でお願いします。わかりました。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、突然。大きいトラブルってありました。僕らはあるんですけど、あの天井裏の音とかズボンズ抜けて、はい、天井落とすとか、はい、買ったばっかのフローリング切っちゃったね。それただボケ取るやつじゃない。それは保険下りないから。それ保険下りんかったですね。自分で貼ったの自分で切ってますから。それ謝って揉めたいじゃないですか。なんかもうイチャモンみたいなんで、金払わんぞとか。いや、そうなんないですね。おかげさまで人がいいお客さんばっかりで、ちゃんとしとるんじゃないですか。いや、なんかうちでもそうだもんね。なんかそうなるやつって決まっとるもんね。まあそうです。たまたま引くのか、それ悪いやつじゃないですよ。悪いやつじゃないんだけど、なんかもうちょっとなんか柔らかく喋ればみたいなやつ。はい、すいません、お釈迦さん、はい、すいません、すいませんって書いて、ちょっとなんかこっちもなんかもうええやつって、もうお金払えんぞみたいな、なるじゃないですか。なんか俺、でもマスーチがそうだったよね、昔。めちゃくちゃ真面目なんですけど、クレームになるんですよ。で、結構モンスター化するんですよ。結構、お客さんとか。そうそう。いいように利用されちゃうとか、まあ、人はいいんですけど、全然仕事も優秀なんですよ。横浜の責任者やし、そう。タイプって言いますよね、そういう。なんか運が悪いんですよ。さらっと言ってください。ちょっとサイコパス系ですよね。ここはやっぱりね、まあ、真面目に、ね、話すれば、やっぱり、このままではちょっと、はい、まずいと思うんで、はい、まあ僕がとりあえず直しますんで、はい、どうやって直すんですかね。ペンチで。どうやって直すんですか。まあペンチです。でも今日観光検査です。ちょっと観光検査もじゃあ最後に、要はまあ管理でずっと来てらっしゃるんですかね、わざわざ僕から。今のうちに奥様なんか言うべきか言わないべきか考えてることないですか。あります。ちょっと言った方がいいんじゃないですか。相談したんです。言った方がいいんじゃないですか。これ、はい、どのタイミングで言うか。はい。ちょっと社長に一言言いたいことがある。はい。来た時からチャック開いてます。ずっと前回。早く。取り直し。取り直しですよ。一応。まあちょっと見てみたいな。まあ、川君も実際に本当に観光検査来たんでしょ。あ、そうです。まあ、本当にね、これあの視聴者の皆さん、マジで細かいから、あの一級塗装技能士、はい、本当に塗装の職人、もともと20年ぐらいやって、まあ、うち営業なんてまだ4年だよね。で、このまた特急取りたいって言って、塗装がぐらい塗装が好きなんで、どれぐらい細かいから、うちがって言われると、色つけて細かくやるし、そうだね。で、ここをパスしてやるもんね、はい、逆に元請けさんが
いやそんなケースじゃあかんでしょう、うん、ぜひじゃあよろしくします。お願いします。これ黒だとほんと黒黒しちゃうね。結構黒いもんね。黒はまた熱いんですよ。黒はツヤ出てますね。隙間は空いてますもんね。そうそう、結構湧いてたんで、このとこだけシール打って、割れですね。割れとかは補修はして、うん、なんでこの子割れるんですかね。結構苔とかも結構ついてたんで、あ、そうですか。やっぱちょっと劣化のダメージが、うん、これたまになんかトイの中掃除しない職人さんいるんですよ、はい、洗浄してゴミだらけになってるとか、うん、まあ、こうやってちゃんと掃除してあればゴミつまらない。本当ですね、うん、結構中はいいですね。こんな細かいところもチェック入ってます、うん、塗り替えのところも綺麗にね、うん、染色取り合ってますね。やってもらってこういう作業した時に持たれて傷つけてるんですよね。あ、今空調服着てるんで多分このファンとかで傷つけるんですよ、ね、結構当たっちゃうんですよ。パテかコーキングめしてタッチアップしてビス頭、ビスのところですね。ここも直してます。サッシしっかりライン通ってます。いいですね。というの裏、壁の色がついてるところ発見です。え、何やらしかったですか。こういうトイの裏とかさ、触ると塗ったのか塗ってないか、はい、そう見えないもんで、はい、まあ、ローラーで塗っとんだけど、一発だとやっぱツヤ引くもんで、はい、二発だとちょっとツルッとする。はあ、やっぱ特にこういうところって塗りにくいところ、裏っ端手抜くと、はい、手抜く人は結局全部抜くじゃん、はい、まあ、こういう一番自分だったら塗りにくいだろうなっていうところ塗れとるか塗れてないか。なるほど、すごいな。あとその結局トイ塗る前にもう一発ペーパー当てたるか当ててないかとかで結構そのツヤの感じも変わっちゃうし、なるほど、いっぱいやらない人も多いですよね。目視だけじゃなくて手で触って確かめると。こんなん普通塗らんけどな僕。寝転んでまでチェックしてます。こういうところ塗りにくいのはね、この隙間、うん、はい、結構防水の中の方とかは結構塗り忘れが多いんで、どうしてもかがむ一手間が嫌で、こうやってこういうとこが目くらい塗る人がおろせん、結局防水効果はね、やっぱ上までちゃんと、はい、養生で起き上がってきたとこですね。そうですね、すごいな、ここまで入れてるね。奥までしっかり入れてくれてるっすね。すごいな。みんなの目でこの一滴を見つけました。この一滴を。このはみ出しですね。ほんのわずかっすね。他のペンキ屋さんやったらどうですか。僕でも直さんかもしれない。自分で本音ありがとうございます。手直し用のペンキをプレゼントしてます。どうですか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。見つけようと思ったんですけど、はい、河合さんが全部見つけちゃうんで、さっき先やりましたもんね、ずっと一個も指摘するとかなく、ただついてただついてただけで、でも指摘箇所が、まあ、確かにどうかなとか、いや、はい、もうちょっと細かくていいんじゃないのか、いや全然なかったです。ああしっかりしとるな。しっかりやってもらいました。はあ、はい、なんか聞いたらなんか夫婦結婚してめちゃ仲いいって。まあそうですね、まあ、ああ言ってました。めちゃ違う、社長9割喋ってんだ。でもなんか仕事が大好きなんですね。仕事、まあずっとで紹介できてます。あ、もうそうです、はい、もう広告とかも何もなしで、はい、もう打たないですね。はあ、もうずっと口コミじゃないけど、ね、やっぱ一番いいですね、はい、でそのなんか塗装一回シールのやつ、それ聞きたいですわ、本当。まあシーリング工事ですか。シーリング、なんか話したくないですね。いいですか、もう土下が折ってなんかそこ一回発注したんですか。フレームですね、うん、はい、塗装屋さんが、素人の人がこうシーリング打ち替えと、はい、塗装をやったんですね。でそのシールも汚いし、うん、
で、ペンキも飛んどるし、でその元請けさんがもうこれじゃあやっぱお客さんに出せよねって言ってやり直してくれと、1シールだけで何ヶ月かかったでしょ、何日かかったでしょ、2ヶ月ぐらいかかってすごい、2ヶ月ぐらいかかってるよね、あれ全部終わるまで、シールだけだよ、1ヶ月半ぐらいか、1ヶ月半までだった、全部で、全部で、だって打ったやつ全部取るんだもんね、もう大変ですね、しかもなんか紙テープ貼らずに打ってるからし、うわえぐ窓周りも全部打ち返すよ、うわ増し打ちじゃなくて全部取ってくれって言われて、打ったばっかなんで、ちょっとネバーっとしたのが、そうそうですね、全然取れず、結局もうゴムじゃない状態だよね、グニグニのまだ液体みたいな状態でそれを全部撤去して、でそれをね、もう予算決められたんですか、常用でここだけ常用でくださいって感じじゃなくて、もう予算決まったので大がかりだったんですよね、でも俺それが偉いと思う、なんかこんなもん無理なやつさせられる、ここでは5人しか使わないんですよとかダメじゃん、普通業者だったら、だけどもうそこに1ヶ月ってことはもう大がかりですよね、半泣きでやってました夫婦でだって本当に下手したら人数1万出てない世界じゃないですか、いや出てないですね、出てないですね、あの現場は追加でもらっても、うわでもまあそういうのがあるからやっぱ仕事につながってくるっていうか、ね、考え方ですよね、本当お金になりゃいいやって、まあまあそうですね、喜ぶ、はい、なんか大工さんとか毎週頼めばいいんじゃないですかって、あ大工さんがいないって話してるだからいろんな、うん、使うと、はい、あんまりいい人がいなくて、はい、確かに気に入る人がいなくて今納得できないですよね、でも塗り替え道場さん違いですね、塗装、はいはい、ありがとうございます、でも本当今指摘するところがなくて本当に、はい、いや本当1回だけですよ、河合さんにちょっとここのこうシーリングがちょっと隙間が空いてるって言っただけで、もう、まあ、全部もう、あもう納得の商品です、もうそうです、よかった、これはいいな、はい、これいいのかな、ありがとうございます、めっちゃ細かいですよね、あのいやいや細かい、聞いてたら細かいだろうなと思いました、もう性格がでもうこれしか趣味がないみたいな風景が何なんですかって言ったら、いやタバコ吸わん、酒飲まん、ギャンブルしない、出かけない、友達いない、仕事しかしない、友達いないは言っちゃうかな、違うよ、車好きそうじゃないですか、あ私です、あれ、あそうなんですか、あそうなんだ、私ハイエース1台です、もう仕事でも大好きですね、これでも YouTube 見て本当に一般の方が日本語頼みたいとか言ったら頼めるんですか、もう名古屋、もともと名古屋なので、はい、出身は、はい、まあ、名古屋か岐阜とかから、ね、はい、全然話は一回聞くよみたいな、はい、ぜひ無料でぜひ声かけてください、はい、今日はちょっとイレギュラーで現場来たらね突然なんか、はい、これはちょっと雰囲気悪いと思って最初一回逃げかけたんですけど、はい、いやとか言ってまさかこんないい話になるとは思わず、はい、ちょっといいのがちょっとのほほんすぎて視聴者に物足りようなのがやってるかもしれませんがぜひまた声かけてください、このまた岐阜遊びに来ますね、はい、よろしくお願いします、せーの、またねありがとうございます。これ本当言っていいですか？怖いですよ。なんかちょっと面白いの。どうぞしてください。変なとこつけたね、うちは。あうち森の中で。森の中ですか？いや自分家を全部スケルトンにして、はい、自分でナブっとるんですよ。ナブっとる途中なんですよ、はいはい。好きだな。そう、引っ越す直前に全部解体して1階を。2階だけ残して、風呂なし生活を3年。ようやく最近シャワーがつきました。その時離婚しようと思わなかったですか？多分離婚とか言うと自殺するんだよ。変な合法書から嫌な。私が殺したみたいになる。3年もない。いや見てみたいな。お湯も出なかったですか？ありがとう。拭いとったんですか？体拭いたり近くの温泉に週2回行ったり。あと夏はプールに。ジャバーン、コンプレッションでジャバーンみたいな。プールがあるんですか？プール、夏場、うん、プール出して、ああ、そう、家庭用の。そうで、朝溜めといて、はい、夕方にはホカホカになってから、ジャバーンみたいな。すげえ。外でシャワーとか。あ、すごいじゃないですか。